1,2,3,4,5 電熱を。いや、あっちいいな、これ。あっちい。やばくない？はい、皆さんこんにちは、キーでーす。今日はね、ハンターカブに乗ってます。もう私このハンターカブオプションとかあんまりつけずにそのままの感じで買ったんですけど、 USB とグリップをね変えたいなと思ってまして、この先のことも考えて、まあ、これからねだんだん暑くなってくるんでね、グリップヒーターをつけようと思います。夏なんでね、これからあとなんで今ねこのタイミングでやるかっていうと、今はねこれから暑くなる季節なんで、グリップヒーターつける人って多分ほぼいないと思うんですよ。でだけど冬になってから、まあ冬になる前とかつけたいなと思っても殺到しちゃって、あとそういう部品、このグリップヒーターの部品とかが欠品とかしちゃったりして、すぐやってもらえないんじゃないかなっていう不安がありましてそれで先取りしとこうかなと思って今回つけようと思います。まあ夏終わってね、冬になってやっぱ寒くてね、ツーリングの時とか手がねかじかむんすよ。その時にね使えますし、まあ先につけとけばいいかなって感じなんで夏だったらなんか暑いから痩せそうじゃない手温めないといけないと思うんですよ。まあ知らないですけど今回はカスタムってほどのね、そういうなんかいろいろやるって感じではないんですけど、必要なものを今回やっていきたいなと思って、あの MFD さんに今向かってます。欲しいなー、これでグリップヒーターつけるのイカれてるわまあオフにすればね別に問題ないんでね、グリップの性能をね調べるためにも今回ねいろいろアイテムをね持ってきてるんで、食べるのも好きですけど痩せたいっていうのもあるんでまあいろいろ今回もなんかと試していきたいと思います。あ、店長おはようございます。今日よろしくお願いします。店長、この季節にグリップヒーターつける人っています？まずいないよね。すごいね。冬になってからやりたいなって思ったら、なんか予約殺到しちゃうんじゃないかなと思って株みたいな買い方する先を見据えてるんで、はい、いや楽しみだ。あれ、結構暇してる。そうですね、今暇ですね。はい、そしたらさ、ちょっと一個手伝ってもらおうかな。あ、何ですか？作業かな。え？作業。うん？この前のミニ四駆。なんでそんなとこにあるの？どっから持っていないの？隙間にありましたよ。これ作っといて。作ってなかったんですか？まだ、うん、そうだね。いいですか、じゃあ。うん、作って。その代わり、あの、ステッカーとかもちゃんと綺麗になってね。あ、出してくださいよ。じゃあ作りますね、これ。うん、お願いします。はい。すいません、よろしくお願いします。じゃあ、全部入ってるからね。え、全部入ってるな。ニッパーとかそういうの。あ、ごめんなさいね。作ります。店長、あの、今更なんですけど、実は私、ミニ四駆は作ったことないんですよ。え？ミニ四駆ないの？ミニ四駆はないんですよ。ガンプラのみですね。ガンプラとか、あと、粘土使ってフィギュアみたいな作ったりとかは。まあ、大丈夫ですよ、ね。俺のソニック。俺のソニック。俺のソニック。できましたー。店長、できましたよ。お、俺のソニックだ。俺のソニックどうですか？いいじゃないですか。GSX の時、今度めっちゃ大変でした。こういうのがないとね、大変だと思う。当たりがあって抜けないように。あ、そっか、こっちアクセル。あ、回らないように。なるほど。僕の疑問なんですけど、うん、グリップヒーターつけてたらここ爆発しないんですか？さすがに爆発まではしないから、うん、このグリップをここに入れちゃってください、はい、おお、ねじ込む感じですか？縦に、多分ね、縦にこう、あ、細かくいけるんじゃないかなと。え、結構硬くないですかこれ？結構硬いよ。え？じゃあ、そうか。うん。ヘルプカード一回だけ使えるんで。え、一回ですか？一回だけ使えるんで。ヘルプ。はい。店長、頑張れ。店長、頑張れ。一歩満足ね。バレた。バレた。店長、頑張れ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 。頑張れ、頑張れ。次に右側もつきました。
あ、店長これライトセーバーじゃないですか。え、よく気づいたの。ちょっといいですか。あ、いいよいいよ。何でもやってくれます。そうだね。やっと私にもできるところがやっと出てきましたんで、すいません、なんか全部やらしちゃって。いや、とんでもない。配線はさすがに分からないので、ね、うん、ここを、蓋をして、これを閉めて、カバー類閉めて、はい、カバー類閉めて、最後仕上げのバーエンドさん、バーエンドさんをちょっとつけてください。バーエンドさんをじゃあつけます。はい。わーな、キキ、はい、こうして、うん、あれ、あ、簡単に決まった。あ、ここ壊れそうで怖い。はい、閉める。待って、待って、待って。そうそう。で、ここを押さえて、グッグぐらいで。すいません。店長、ありがとうございます。いえ、ごちそうさまで。グリップヒーター。グリップヒーター。おお。これどうやってやるんですか？もう、エンジンつけて。これで、温度を、まあ、低い温度。あ、タイが一番、はい、一番高いやつ、うん、USB をつけてくれました。グリップヒーターがちゃんと実際に温まるかっていうのを試したいので、うんうん、うん、ちょっと待っててもらっていいですか。あ、いいよ、はい、別に。汗をね、検証するためにすごい目立つグレー色のインナーを着てます。さあ、どれだけ汗かくでしょうか。すごい、肌がやばいな。よし、よいしょ。はい、こんな感じです。全滅のベストです。サウナスーツです。いやー、もう暑いんだけど、めっちゃユッティじゃん。え、ユッティ。サウナスーツと、ちょっとそれだけだとちょっとまだ物足りないかなと思ったんで、全滅のベストです。ここまでするの完全冬装備だ。それでやっぱグリップヒーターつけてちゃんと温まるかなっていう。でももはやこっちはあんま関係ないんだね、こっち。いや、そんなことない。そんなことない、はい。なめんなよ。ちょっと 2,30 分待っといてもらっていいですか。え、この状態で。そうです。俺も当たり前ですよ。そうだよね。そうですよ。はい、じゃあ待ちます。はい、はい、じゃあエンジン入れます。これをマックスで 1,2,3,4,5 で、この電熱をオンになりました。じゃあ検証していきます。はい、いや、あっちいな、これマジで暑いんすけど。いや、もう見てるだけで暑いもんね。グローブしててもあったかいの伝わってきますね、うん、ね、これが冬だったらね。あ、結構やばいっすね。絶対暑いよね。あっちいな、これ。少ないわけないもんな。いや、でもやっぱ暖かくないと本当に使い物になるかって分かんないじゃないですか。あ、まあそうだね、はい、うん、暑いぐらいじゃないといけないと思うんですよ。うん、暑いな。いますよね、まだ。あ、いますよ。ああ、よかった。あのヘルメットかぶってると見えないんで。あ、見えない。いなくなってんじゃないかな。いなくはなってない。いなくなりたいぐらいの。いや、まだちょっといてもらわないと。そうだね。なんか座ってましたよ今。いや、全然全然、下の点検してた。え、なんもない。そう、なんもなんもなくてよかった。あっつ、マジ無理。え、マジ無理、あっつ。終わったの。もういいのね。あっつ、マジ無理。あっつ、あ、無理。みんな熱いんかい。やばいっしょ。あっつ、うわ、うわ、やっぱ超ベタベタ。うわ、めっちゃなんかムワムワする。グリップヒーターもこんなすぐ熱くない。うわ、気持ち悪い。うわ、ちっ、やばい。待って、腹の方がやばかった。これ分かります、これやばくないですか、これ。うん、やばい、汗臭いわ。
やば、汗すごいよ。もう一回いるんで大丈夫です。なるほど、はい、汗ひかないように。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。スタンダースーツはちょっとやりすぎです。あとこれもうこれマジで熱い。予想以上に熱かった。予想以上に熱かった。あの最後のお知らせっていうか、なんかあの告知みたいにやります。今日はいいよ、大丈夫なので早く着替えてます。じゃあまあなんか買ってくれた人には自分やるんで、罰ゲームとか。罰ゲームあるんですか。言ってもらえれば。ああ、ワクワクする人がいますか。似てねえやつ。大丈夫ですか、罰ゲームとかやっちゃって。あ、まあ、もしかするとお客さん減っちゃう可能性ある。ちょっと着替えてみます。うん、はい。アホだなぁ。なんかいました。あれ、ありがとうございました。お疲れ様です。うぅぅぅ、汗が乾く。検証結果、ビープヒーターしっかり効いてました。バッチリ。今回はね、カスタムっていうか、まあ、ちょっと地味だったんで、私がカスタムしてみました。今後ちょっとカスタムとかね、いろいろ少しずつやっていきたいなと思います。じゃあこんな感じで今日は終わりにします。あー涼しい、風最高。